不定詞9不定詞の使い方その4ですまあ、ここまでね3つ学んできて多数わけなんですけれどもいわゆる副詞的用法の働き目的ほにゃららするためにっていうのにですねもう1個ちょっと足させてもらいますですから少しうーん難しいかななんていうニュアンスもあるかもしれませんが実は学んでみるとあ知ってたそういった今回はね、えー、内容について学びます早速スタートしましょう それでは例題ズドン次の日本文に合う英文になるように空欄に適する語句を書きなさい。2つ置きましたトムは成長にに、はい、というわけなんですけれどもこれ不定子の話だから意味の塊とそれ以外の塊を見なさいってことだったわけだけどトムは成長してこれ。 なんかこれ綺麗にここまで来てのもう一個始まりのでなんかね我々が目指している感じがピタッとくるよね。トムは成長したんですよ。そうするとここに意師になったよっていう塊トゥ足スができればいいよね。ことの順番としては一成長したその後になった。 じゃあこれもね下も同じかね彼女は100歳まで生きた彼女は生きましたようんまずは生きるで最終的にねまあこれ生きただから逆の意見すればなくなったんだろうけれども彼女の人生というものははい100歳って言ったらかなりね高齢長寿、ね、おめでたい年齢っていうことだもんね。 うん、ですからこれは亡くなるのは悲しいけれどもわあよかった100歳まで元気ででいいててくれたっていう感じですですから動作としては1生きたよ次に、ね、100歳だったよこのように1つのことがありましたそれで100歳ってことになりましたこのように前の内容を踏まえてのオチこれに値するのを何と呼ぶのかはい今回の TK s ポイントこちらほい Take point. 不定詞の使い方4不定詞は形は「トゥ」動詞の原型でも「トゥ」ではなくて、uh、動詞の原型塊で意味を表すのでありました。最初の最初に学んだのが「するために」という目的ね副詞的用法の目的と呼ばれるものその後すること」「するための」ときてもう一回ね厳密に分けると副詞的用法に含まれる「ほにゃらら」してね、えー「てんてんあ」じゃあ「てんてん」してほにゃららになるという結果を表す用法 ですからこれも厳密に言えば「福祉」なんてなるんだけれどもまあまあそれはさておきまずは何かしましたでねこうなっちゃいました何かしてその結果ここに「結果」って言葉入れてもいいくらいです。はいですから流れとしては英文が左から右「トゥ」で一息左から右ということ。ポイントつかめたら戻るぞトムは成長して医師になった。

こういう形になるわけ。この二とか邪魔臭いからね、どかしちゃうけれどもね。はい、そうすると、ね、この t ゥービーハンドレって。百歳という塊が、まずは生きました。その人生の証として、百歳という年齢が、結果として残ったんです。こういう流れになるわけです。ですから、目的にみたいにね、何々するために、いいなんて前にバイーンと引っ掛けて、訳すことよりも。彼女が生きたのは、百歳に至るまでだった。

まず「目を覚ました」で「火事になってること分かった」ね火事になっていることが分かったこれぐらいまで入れるといいよね。ことが分かった。ことがもちゃんとでかくねハイビジョンという。ここう。ねこんなふうに考えるといいわけです。ですからね、えー、答え書いちゃうと「I a work to find」。 はいこのようになります私目を覚ました気づいたはいということで意味の塊「Find my house on fire. 名詞何々の状態私の家に火がついている状態が分かったんです。こんな風にね、で4番も同じです。 ジャックは一生懸命頑張ったが結局失敗した。ジャックは一生懸命頑張ったでね結局ダメだったのということで意味の塊ここの結局ダメだったっていう塊を乗っけるわけです。するとまずここまで来てねスタート地点は to あああああえ to じゃないのそうなのこの結局ほにゃららした結局っていう意味を Only これで表すの。わあちょっと怖いわ。でも二回目から分かった。Only to fail。おっとっとっと。綺麗に消そう。Only to fail となるわけなんです。はい結果を表す。結局ほにゃららだっただけね。ちょっと塊がね。Only から始まります。ですからもうこれはね熟語チックに。 Only to fail これで結局ダメだったって覚えちゃってもいいくらいです。ね意味の塊のルールとしては「to からだったんだけどごめんこれはね「Only Only が「to fail に乗っかってくるのでもう熟語チックに「Only to fail こう覚えてください。はい結果の働き前それでね 前それでねという流れまさに結果を表していることポイントつかむことできましたかはいおさらいティーケーケズポイント不定詞の使い方四です形と動詞の原型と動詞の原型塊に意味を足すということですがねするためにすることをするための点て点んてんてんしてほにゃららになる。 ね、ですから、てんてんてんして、その結果、ほにゃららになる。いわゆる業界用語、文法用語では、結果を表す不定詞なんて呼ばれます。で、一つ目の S. V.。足して、もう一個というふうに、まさにね。不定詞の塊で意味を足す。をぴったり表すような表現です。はい、例文とともに、仕組みもばっちり分かったはずです。どうかな。